パチンコ行ってるわけねえだろ。すごい見えんだから、昨日の自殺配信も嘘だと思ったら本当に死んだから。あ、そうなんだ。わかるべそれ、うん、家族で、例えば死ぬ死ぬって言ってる人間をフォローするので多分もういっぱいいっぱい、ね、今月6なんだよ。パチンコなんか行けるわけないじゃん、普通に考えて。どうやったらいけんだよ、うん、なんか昨日そんなコメントあったな。いやまあね、でも俺は救いもうそうやって、うん、なんかやだ、自分の身に降りかかる火の粉はやだ俺、ごめんけど、うん、はいこんばんは、うん、それがあのね、人手なしとか冷酷だって言うんだったら別に冷酷でいい、じゃないとこの世界は生き残れないよ、うん、人のこといちいち気にしてたら、うん、私はクラインの彼女の自殺動画を見てからね、あとはあ、そういうことそういうこと、養分がサメやパチンコ行ってるから騙されるなって言ってる。もうじゃあ見せてあげるよ。いやもうね、もう見ればわかるから、俺がパチンコ行けない理由、行けないっていうか行かない理由、見なきゃわかんないんだよね。これでどうやって行くんだお前。これで5万8000円の支払いがあるんだよ。あれこれ下がんねん。まあいいや、遅すぎる。これでどうやってお前携帯代と家賃払うんだよな。それとプラス食費があるんだよな。お前な、行かないよこの金額で。さすがにそこまでバカじゃねえ俺。モザイクじゃない、あ、目線だな、本当だな。まあ、しょうがないよ。もう死んだ人間は、しょうがない。うん。いちいちね、反応してらんない、人が死んだことで。うん。親とかだったらわかるけど。うん。声聞きながら寝る。うん。まあな、6万ポイント今月。だこれでパチンコ行くんだったら、どうやって行くのか教えてほしい、本当に。だこれで生活費払ってんだよ。メガホン抜いた。メガホンはだってお金入んないもん。コーヒーレディに手回してる。録画ね、今残せないんで、バグで。うん。まあ、し、もうそう、死にたくて死んだんだから、別に何もないじゃん、その先は。俺はそう思う。うん。俺はね、俺本当にひどいこと言うかも。望みが死んだらどうするって、どうか、何かできる俺が。ね、俺がさ、例えばじゃあ望みが自殺しますって時に止めて、助けますよね。どうすればいいの、その後。俺、わかんないもん、そのやり方。医者だって治せないのに。パチプロじゃねえの。うん。キーマンブロック、了解。うん、俺には無理だよ。その、死のうとしてる人間の、抑止は無理、俺には。うん。絶対俺が死にたくなっちゃうの。最終的に。住所変更全部終わってない、まだ。まだ終わってないね。これからやるよ。ほら、免許の書き換えあるから、やんなきゃいけないんだよ。うん、そう。同じこと繰り返されて、俺がじゃあ、元気ならいいじゃん。俺が、倒れるわけにいかないわけよ。まあ、楽になれたって意味ではいいんだよ。ハートありがとう。うん。そう。絶対に関わっちゃいけないって、そういうのに。そうそう、目線入っちゃった。新居に寒く来てるよ。まあ、何回か来てる。うん。毎日来てるね。うん、死にたかったら死ねばいいと思う俺は。本当にハートありがとう。こんなこと言うのは最低かもしれないけど、死にたかったら死ねばいいと思う。それは死ねって言ってるわけじゃん。キリスト好きだよ。まあ神は信じてないけど、死ねとは言わないけど、死にたいんだったらやってみればいいと思う。それで死ねなかったらまた何かにチャレンジするなり、あ、死んじゃったらそれで終わりだし、あ、苦しみから解放されるんだろうなって俺は思うし、うん、俺はその苦しみを、なんか先延ばしにしてあげたくないから、俺はもう死にたいっていう人間は、じゃあ死んじゃいなって思う。俺別に、悪意がって言ってるわけじゃないんだよ。うん。うん、そう、本人が選ぶことだから、俺はそれに対して肯定も否定もしないし、そっか、辛かったよねって。うん。でも、じゃあねって、もうそこまで追い詰めてんだったら、一回思い切ってやった方がいいかもねって。それで何か目線が変わるかもわかんないし、うん。そう。みんな死ぬしね。そう。遅かれ早かれ。そう。死に取り憑かれた人間なんか救えない。お前が死ぬよ。
クリスチャンは自殺ダメだよ、煉獄の炎で焼かれる。だから荒野は煉獄の炎で焼かれてるよ今、地獄に落ちてるよ。俺も地獄に落ちてる、もう自殺ミスに何回もやってるから、うん、死にたい人間に何言っても無駄だよ。俺もそういう時期あったし、うん、ダメだね。まあまあ自分一人で死ぬんだといいんじゃない、うん、いやだからさ、辛い人生をボロボロになって生きるよりもいいんじゃない。俺は、いや俺はどうじゃねえよ、うん、俺はそう思う、うん、自殺、あ悪魔が喜ぶね。俺はしたよ昔自殺ミスに何回も。赤ずクリスチャンなの、絶対嘘だよそれ、うん、大人しくなって、めっちゃ大人しくなってる、うん、まあね難しいそこは、うん、ああそう、何富士山で滑落、月、うん、まあね残念かもしんないけど、でもしょうがないよ、もうそれはしょうがない、運命だったのかもね、うん、こんなこと言いたくないけど、ラーメンチェーンの日高屋に行ったら AF ちゃんに似たベトナム人だよ、プロデュースして一発当てろよ、興味ねえ、うなちゃんマン、あそっか、明日じゃん、うなちゃんマンの誕生日ね、え本当だ、全然興味なかった、そう寿命だったの、もうそれが運命だったのかもしれない彼女の、うん、あのもう避けようがなかった運命なんだと思う、もう誰も止められなかったと思う、うん、家族も彼氏も友達も、うん、家族は悲しいと思うけど自分はまあね、でもねまあ慰めになるかどうかわかんないけど、これでもう苦しむことはないと思う、うんうんうん、自分でクリスチャンって言ってた、あそうなんだ、富士山は違う人、うん、お姉さん元気だよ、うん、元気元気、あなんか2人ぐらい、なんかちょっと1人は安否確認が取れてないけど、1人はなんか練炭自殺で、1人は富士山からの滑落、いやーあの動画はひどかったな、まあちょっと笑えないよね、うん、そうそう10月の22か23にバールでやられてんね、1週間ぐらい前に、うん、まあしょうがないよ、死はいつだってつきまとってるんだよ、誰のこと、なんか2人ぐらい、ら知らない人と月ちゃんの、まあ両方知らない人なんだけど、はいこんばんは、今口内炎ができてんだよベロに、めっちゃ痛い、まあしょうがないよね、運命だったんだよ、逃れようのない運命、まあ運命から逃れることはできないからね、うん、どうあがいても滑落の瞬間見た、さっきみんなでもう動画どっか行っちゃったけど、あの閉じちゃったから、まあ怖いよね、うん、あのなんかあ滑るとか言ってでそのまま滑っていった、2人で登ってたんかな、いやどうなんだろうね、ねチョコだね、怖いな、ほんとに、まあ死はいつだって隣にいるんだよ、まあね明日は我が身だと思って、あいらっしゃい、そうかいらっしゃい、死神はいるんだよいつだって横に、だ死神の気まぐれで命かられるんだよ、いや死んだかどうかわかんない、でもまあ生き残れないと思う、多分わかんない、まずレスキー行けないから今冬閉山してるし、パルワグにゼロワンに関わらないってどういう意味ですか、うん、どういうこと、ああじゃああの来るに行ったの、あのもう来るにあのゼロワンに関わるのやめてくんねえかなって、うんそうそうそう、昨日だよね、昨日かなんかだよね、え人の命の話、景色良かったね、そう決まってんだよ生まれた瞬間、うん、まあ米返しなのね多分ね、うん、今日何もう食ってる飯は、うんそう分かんない時代だよ今いつ死ぬか、いや多分リスナーと話してたんでしょ多分、そうあのあくまで俺ああいう女ほんと嫌いなんだマジで、うんあの例えばゆうたんとかあの金梅の彼女ってだけでなんかそのなんつうの大手面するっていうか何にもできねえくせに、なんか金梅が彼氏だから私は何を言ってもいい、私はリスナーにどういう態度を取ってもいいみたいな、絶対金梅と出会う前はもう低心低頭ですごいなんか礼儀正しく几帳面にやってて、でまあなんか
でもキンバと出会った瞬間におごって、なんか横柄になる人間が俺すっごい嫌いなの、うん、死神はいるんだいつだって、そうあぐらをかく感じいるんだよね。だからクルもそうじゃん、ゼロワンと関わってゼロワンがいるから閲覧が多いことをそのまあなんていうの自分の特技だと思い込んで、でもリスナーが忠告することに対していいじゃんみたいな、いや前はそんな言葉遣いしなかったよねみたいな、前はうんそうだよねリスナーさんって言ってたのにね、その男の陰で